一人で何日もと一緒に過ごしていると馬が話しかけてきてくれればなどと思ってしまうこともある。だから行商人同士の会話の中で時折耳にするに馬が人間になったという話なども聞いた当初こそ笑い飛ばしていたものの、最近ではつい本当なのかと思ってしまう。馬屋の主人の中には、若い行商人が2馬を買うとき、馬が人間になってもいいように別の馬を買っておけなんて真顔で勧める者もいるくらいだ。私のことを話していますか？私たちは7年間一緒にビジネスをしていますが、まだ私のことを覚えていますか？私の故郷は南部の競馬場です。どれだけ離れていたか覚えていませんが、本当に戻りたいです。心配しないで、ガッチはずっとナシと一緒にいるよ。ところで、なぜ馬のお尻を見つめ続けるのかよ。心配しないで、それはオスの馬だ。